小物町図書館は、三重県三重郡小物町順伝にある、公立図書館。2008年4月11日に開館した。滞在型図書館を掲げており、賑わいと静けさを合わせ持つ図書館である。自動書の収集に力を入れ、毎月様々な行事を開催することで、幅広い世代が楽しめる施設を目指している。用事や遊びのついでに本に親しんでもらおうと、 小物町役場、小物町保健福祉センター、公園が隣接する地に建設された。小物町の中心を担う施設の一つとして、図書館の入り口が役場や福祉センターと向かい合うように設置された。設計、管理は山下設計、施行は村本建設が担当した。外観は周辺環境との調和を考慮して土色のタイルを採用している。図書館は、 鉄筋コンクリート構造一部鉄骨構造地上2階建てで、敷地面積は12,221.37平方メートル、建築面積は1,744.56平方メートル、延べ床面積は2,600.44平方メートルである。1階部分が1,562.00平方メートル、2階部分が981.94平方メートルで、 この他車庫56.50平方メートルがある。小物町民の生涯学習拠点として、滞在型図書館を掲げており、1階に図書館の主要機能を集め、2階に図書館の休館日にも利用可能な生涯学習機能と郷土資料コーナーを設けている。1階はカウンター、新聞、雑誌、AV コーナーを中央に配置し、東側に一般開花。 西側に自動開花がある。開花室には椅子やソファが280席分あり、利用者は思い思いに読書を楽しんでいる。一般開花の一角にはティーンズコーナーを設け、閲覧席は窓際の個別閲覧席、大型本を閲覧できる、テーブル席、グループ利用の可能な個室、屋外の読書テラスがある。自動開花はお話、コーナー、子供用 AV コーナー、 寝ながら読書できるコーナー、授乳室を併設する。お話コーナーは、深夜電力を利用した、蓄熱式床暖房を採用する。床はフローリングで、空調用に二重にしている。自然採光を活かし、蛍光灯による、間接照明を採用している。2階は、強度資料コーナー、閉化書庫、交流ラウンジ、ボランティア室、祭事室、生涯学習室などを設け、 中央部に小物ガレリアと名付けられた吹き抜けとなっている。小物ガレリアは自然再興するために設けられたものであるが、それ自体が開放的な空間形成に貢献し、小物町図書館の特徴となっている。ラウンジからは御在所だけが見え、飲食も可能である。祭事室やギャラリーは一般の人も借りることができ、展示会などに利用されている。祭事室は中学校、 高等学校のテスト期間中に生涯学習室が混雑した場合、臨時に学習室として開放されることがある。郷土資料コーナーは、小物町郷土資料館が収集してきた古文書や文献資料を写したもので、資料を保存、公開するだけでなく、青い目の人形などの展示も行っている。三重県内の市町市は、もとより、発風街道を通して交流のある、 滋賀県の市長市も収集している。小物町図書館の前身は、小物町中央公民館図書室であり、1979年に開設された。中央図書室開設以前は、1960年に町内の公民館文館から中央公民館日本を集め、毎月15日に廃本した、巡回文庫や1961年に始まった、三重県立図書館の移動図書館、 灯火号が、図書の閲覧、貸し出し業務を行っていた。中央公民館図書室は、小物町社会福祉センターの2階に設けられ、当時は同じ木座橋に、中央公民館と小物町教育委員会も設けられていた。教育委員会は1991年に移転し、間2室も図書室に充てられた。1996年6月にはコンピュータを利用した貸し出しを開始し、 1998年4月には、三重県図書館協会に加盟。1999年7月には、小物庁社会福祉協議会が移転したことにより、2階フロア全体を図書室に充当するなど、徐々に機能面の充実が進んだ。当時の蔵書数は15,500冊で、床面積は302.25平方メートルであった。フロアの拡大と同時に、 貸出冊数を3冊から5冊へ、貸出可能な利用者の範囲を、四日市市、三重郡楠木町、川越町、朝日町、稲部郡大安町在住者にまで拡大した。その後も2000年7月より、図書室年報、図書室河原版の発行を開始したり、2001年から2003年にかけて、初夏の増設を行うなど環境を整えていった。図書室の機能充実は、 当時の町長であった、服部忠之が将来的に図書館を建設しようという意向を持っていたことも背景にあった。図書館の整備計画小物町では1988年度から小物町公共施設整備基金を、1990年度から小物町地域づくり推進基金を積み立て始め、将来的な図書館整備に向けて資金を確保していた。1997年には、 住民ら有識者による図書施設整備検討会が発足し図書館の建設について検討を開始した。検討会は延べ床面積3000平方メートルの図書館建設を答申した。2005年10月、住民の代表者10人により図書館整備検討会が発足し図書館の建設に向けた本格的な動きが始動した。検討会は小物町と 同規模の自治体の動向やメディアのコンパクト化、情報技術の進展を考慮して2500平方メートルに縮小した上で、将来の増書目標を町民1人当たり5冊となる計20万冊に設定した。2006年3月には小物町図書館整備基本計画が策定され、設計者も決定、同年6月から11月に設計が行われた。 2007年2月には施行業者の決定、非公式の挙行と進み、図書館の建設が始まった。ところが、同年3月に町長に就任した石原正隆は、財政が厳しさを増す中で、住民に問い直す必要があると町議会で表明、建設の一時中断もあり得るとの認識を示した。結局、施行業者への損害賠償を避けるため、 という消極的な理由ながら、建設工事は継続が決定した。そして、中央公民館図書室は新図書館への移転準備のために2007年12月27日で閉室した。2008年1月、図書館の建築工事が完了。3月には、外交工事も完了した。総工費は9億4500万円であった。 同年3月29日、関係者120人が出席して、竣工式を挙行した。そして4月11日に、小物町図書館が開館した。開館者年度の利用者数は、町の人口の8倍に相当する33万人で、四日市市立図書館の28万人を上回った。2010年1月、小物町教育委員会の企画で、 三重県立美術館の移動美術館を開催、梅原龍三郎の油彩が、山宗夏日や橋本平八の銅像、猫など、計19点の作品を展示した。この期間中の1月17日には、中津川市立図書館の建設をめぐって、岐阜県中津川市から市民らが視察に訪れた。3月には、小物町芸術文化協会写真部会の主催で2歳から11歳。 までの子供32人が撮影した62点の写真を展示する子供写真展を開催した。同年の蔵書数は7万4000冊で、三重県の公立図書館41館中23位であった。2011年1月、雑誌スポンサー制度を開始した。雑誌の購入費を企業に負担してもらう代わりに、雑誌カバーに企業広告を入れるという制度で、三重県内の図書館では、 伊勢市立図書館に次いで2番目に導入した。2013年6月には、町内の小学校の学校図書館へ、市所の巡回を開始、2014年7月からは中学校の学校図書館でも巡回を開始した。同年3月には50台分の駐輪場を整備し、4月には、子供の読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰を受けた。 2015年7月、小物町在住の夫婦が、同年のネパール地震による現地の被災の様子を撮影した写真展を開催した。2016年4月より、利用者の要望に応じて、通常は休館日である月曜日が祝日と重なった場合に、開館するようになり、一般、児童、雑誌、郷土資料の各所課に専門職員を任命して利用者へのサプライズを、 提供できる体制を整えた。小物町図書館は児童図書の充実を重視しており、児童開花を広くとっている。小物町民だけでなく、隣接する四日市市からの来館者も多い。ほぼ毎月図書館主催で読み聞かせ講座や手作り絵本教室などの行事を開催し、子供から大人まで楽しめるようにしている。定期開催行事は図書館主催の 月例企画展示と、ボランティア団体による毎月偶数週土曜日のお話広場、毎月第二木曜日の英語と日本語による絵本の読み聞かせ、奇数月第四土曜日の民話語りがある。このほか祭事室とギャラリーでは各種展示会や会議などが開催される。犬神文庫は1971年11月3日、文化の日を記念して、小物町在住の元僧侶、 犬神文法が寄贈した3229冊の図書からなるコレクションである。文法は読書を趣味とし、万識博士と呼ばれるほど豊かな知識の持ち主であったという。犬神文庫は文法が所蔵していた図書であり、ほとんどは第二次世界大戦以後に刊行されたものである。絶版本を含め歴史、宗教、文学に関する本からなる。 小物町役場や小物町保健福祉センター系役が立つ、小物町の行政の中心地に立地する。緑地公園や調整地は図書館建設前から存在したもので、これらを極力残すように図書館を建設し、またこれらを景観として取り込むように設計された。近鉄湯の山線中小物駅から徒歩約15から20分、駐車場は73台分設置されている。 ありがとうございます。